ははい皆さんこんこにち,はちスタジオです今日もミュージシャンの YouTube 学校このシリーズをやっている中でちょっとサブのような今回はお話になるんですけれども音楽提供サービスというのがありますよね例えばオーディオストックであったりとか iTune とかそれをまとめたようなチューンコアとかですねそういうのに 皆さんも挑戦している人もたくさんいてると思うんですけれども、待つロット書いたのはですね、これからどん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 厳しくなるというお話をしたいと思います。まあ、残る人は残るんですけれども、通常そのサービスというのは音楽を作るクリエイターにとってはかなり過疎になるというか、あまりおいしいサービスではなくなると考えています。 今画面に出してあるように4つの事柄今日はお話をしたいと思います。やはり AI 技術が進んできたということです。AI でいろんな音楽をチョイスしながら組み立ててというようなサービスがどんどんできてきています。さらに今も申し上げたようにクリエイターがどんどん多くなってきてですね、プロとアマ、そんなようなもう差がなくなってきました。 そして音楽を作るんですけれども昔は最低数万円の制作料とかいうのをもらったわけですけれども今オーディオストックなどに登録をするとですね一曲使われたら何十円というような 形のバックリベートがあったりすするわけですねそれが多くなりそして人気が出てきてランクが上がっていったりしたらまあ60%ぐらいまでのその割合になるんですけれどもでもそれとってですね100円200円というような世界なんですねそれも作ったから必ず採用になるとも限らないんですそういう状況が3つ目ですそしてこれからますますですね そのプロとアマチュアもしくは完全に趣味の方そういう人が混在した市場でこの BGM 提供サービスというのは進んでいくと思うんですねそういう4つの事柄について今日はまとめましたので皆さんにお話をしていきたいと思っています AI 技術の台頭ということでサウンドローというのが去年ぐらいから もののすごく皆さんん目に見える形でで PR が進んでいますこれは音楽クリエイターに AI 技術が便利ですよって言ってるんではなくて完全に音楽クリエイターからしたらライバルになるサービスですね動画クリエイターさんが BGM を使うのに自分で簡単にそして尺の長さなども自由になって作れますよ というサービスですこのサービスは去年にはですね1.8億円の資金調達に成功しましてですねステレスという上場会社ここを中心にですね SMBC の会社とかそういういろんな優良企業が投資をしたわけですそして売上計画は今後5年ぐらいには100億円というのを試算していますが 従業員というのはたった数名です。それで50万人の有料メンバーを目標にしていろんなサービスをやっています。ですから YouTube を見ていてもサウンドローの宣伝、もしくは Facebook にも宣伝が上がってきますし、とってもですね、戦略的に動いています。 そして、それだけではありません。まあ、AI 技術というふうに言ってしまえば間違いかもわからないんですが、バンダイナミコムミュージックライブという会社が子会社にありましてですね、そこではアニソンレーベル、それが AMC というサービスでですね、広告業界とかテレビ業界とか、そういうところの事業をしている動画制作のプロダクションさんには、今、 持っってていいいいる2万件ぐらいの BGM を無無料ででで使ってくださいとということなんですなんで無料かまあ僕は本音というのは分かりませんけれどもですねサウンドローさんのような会社が出てきてですねそして動画クリエイターがそういうサービスに群がり出したらですねその動画クリエイターさんというのはバンダイナムコムにとってはですね ビジネスを一緒にできるパートナーになり得るそういう可能性があるわけですね。ですから私たちの持っている BGM も提供しますから一緒にそういうことをやっていきましょう。まあそういうような目的もあってか2万件の音楽データベースを無料で提供するようになったわけです。そして2つ目の課題ですけれどもクリエイターは どどんどん増加しています自動作曲ができてあまり知識がなくても DTM を使えばなんとか曲が作れるそしてそれをこう繰り返しているうちにですね BGM などを簡単に作れるという風になってきました楽器が全くできなくっても DTM というのはできるわけです環境が整ってきたところへいろんなソフト会社が ライブラリというものも提供しだしました。いわゆるループ集であったりとか、AI を使ってメロディーを自動的に生成したり、そしてバッキングを作ったり、それが AI を絡めたりしながらできるようになってきましたので、まだまだこういう業界に参加したいという人はいけるわけですね。それが来年も再来年も ますます増えるという予測がつきますので、僕はこのクリエイターの増加ということがより難しい音楽提供サービスの課題になってくると思います。そしてこの音楽提供サービスというのは、まあ昔に比べたらという言い方がいいのかどうかわかりませんけれども、何百円というような世界でしか報酬が得られないような状況に現実もなっています。 一昔前までというのは音楽どれぐらいで作ってくれるのはいまあギリギリ頑張って5万円ですとかいうようなことで交渉を僕もしていた時期がありますでももうそんな短歌は通らないということですこと歌物ではない楽曲ですねこれにはバンドインナーボックスとかいうような 自動で作曲ができるようなシステムもありますしまあそれがさほど悪くないというか実際 BGM にやったら使えそうなそういう楽曲が1回2回のクリックで出来上がってくるようになるわけです作る人作る曲はどんどん増えてくるわけですね手早く作るつもりなら1日に数曲ぐらいはちゃんと見直して商品としての音楽を作ることができます それは100点ではないかもわかりません。50点かもわかりませんけれども、そういう音楽が1日にたくさん作れるようになります。でもコスパが悪いというのは、そうやって作ったところで登録されるのか、そこもまだわからない、保証されない状況なんですね。とってもクリエイターさんには厳しい現実が待っていると思います。 まあ実際たくさん何千という数をオーディオストックなどにアップロードしている方にとっては月数万円の報酬を得ることというのは難しいかといえばそうでもなくできなくはありません。でも今までのコスト、いわゆる1日に作れる楽曲を作る手間というのからすればですね 月数万円じゃなくて月に数十万円にならないとですね音楽を作っていて楽しいとか儲かるとか次の投資ができる DTM にはたくさんのプラグインとかそしてまた楽器を買ったりとかそういうことが必要なんですがそれができる報酬というのにはあまりにも遠く厳しい状況だと思いますそんな中で何度か言っていますように プロとアマが同じ場所ですね。チューンコアであったりとか、そしてこのオーディオストックとか、同じように提供して、そして同じように評価されて、それが使われていったりするということです。生活のためにやってるプロ専業の方もおられるし、副業的にやってる方もおられるでしょう。そしてそこに趣味というような方も存在します。 まあお金が入れば嬉しいけれども入らなくてもいいという人がいるわけですね。サービスからの報酬が仮に悪かろうが僕の曲がオーディオストックで採用されたとか iTunes に掲載されてるんだ。それだけでとっても生きがいを感じるというようなアマチュアの方もいてるわけです。もうプロもアマも同じ土俵で 同じようにライバルのようにしてやってるんですけれども、ただしメジャーレーベルとして動いてるようなプロのミュージシャンの人は知名度というのがあるわけですね。そういう人は音楽を提供しても買ってくれる人が多いんですが、アマチュアの人っていうのは一生懸命やったところでですね、1日に5曲使ってくれたとか、そういう次元でですね、 自分のことを皆さんに PR するというのはとっても弱いわけです。これから動画用の BGM が欲しいという需要はますます広がるはずです。動画のコンテンツというのはもっともっと普及していくはずです。ですが楽曲はどんどん作られて溢れ返っていきます。消えてはいきません。そして作る人も飽和状態になってきます。 誰が本当の勝ち組になるかはわかりませんが、大手のサービス側は生き残れば使う人が増えていくわけですから、勝ち組になる。そういうチャンスもあると思うんですが、クリエイターというのは選ばれていく確率はどん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 減ってくるわけですね。そして中には、いや、いいものを作っていたら生き残れる。やはり手を抜かないで、 いいものを作る訓練をしておいて、しかるべき時代が来た時には、自分たちの音楽を使ってもらおうというような、そういう話をしてくれる人もいてるんですが、僕はそう簡単ではないと思っています。使う側がいい音楽がなかなかないとかいうような言葉があります。オーディオストックなんかのコマーシャルにもそういうフレーズが出てきます。 なかなか見つからないんだよなみたいな話です。でもですね、今考えてみてください。世の中には何千万何億というようなちゃんとこう公開されている曲だけでもそういう数の楽曲がもうすでにあります。その中には BGM にいい音楽、そしてヒーリングにとっても最適な音楽、元気が出るようなダンスミュージック、ロックミュージック、 そういうものがもうたくさんあるわけですね。いい音楽がないのではなくて、それをうまく検索できるシステム。そこがないだけで、それさえできれば僕は今ある楽曲でも動画に使う音楽いいのないかな。絶対もうあります。商業的にだけ言えばもういらない。そこまで言っても過言ではないと思います。僕はそういう面からして、 今後音楽 BGM 制作というものはサービス会社はもしかしたら生きれるかもわかりませんがクリエイターはどん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 窮地に追い込まれたくさんの動画が出れば出るほど悪くなる今はオーディオストックやそういうサービスのやり方というのも皆さん指南をしていますが自分がもしそういうクリエイター兼レクチャー兼 そういうような形でやっている人は本当にレクチャーをしていていいのかということです。どんどん敵を作っていくそういう仕組みになっているんではないかなと思います。僕がこういうお話をしているというのは僕はもう頭の中に受注発注という形では仕事をすることもありますがもう音楽制作というのは主力には考えていません。 ですから僕はノウハウもお伝えしますしこのようにやればいいんじゃないかということを情報提供してるんですけれどもやはりライバルを増やすというのはいいか悪いかを判断するのには難しい話です。これからの厳しくなる音楽を取り巻く環境というのはこれからもどんどん難しくなりますので皆さんは身構えてですねこの音楽というものを 仕事と捉えるようにしないといけないんではないでしょうか。今日は音楽提供サービスの厳しさというお話をさせていただきました。これからもこれが第2回、第3回と必要か必要でないか分かりませんけれども皆さんと情報の共有をした方がいいような事柄が出てきましたらまたこのシリーズを続けたいと思います。尊重スタジオでした。